ラロシェル包囲戦は、フランス国王ルイ13世とユグノーとの内戦において、フランス西部のラロシェルで1627年から1628年に行われた戦いである。この包囲戦は、フランスのカトリックとプロテスタントとの対立の結果引き起こされ、ルイ13世とカトリックの勝利に終わった。包囲戦当時のラロシェル、クロード・ロランが、 ルーブル美術館像ユグノー戦争の結果、アンリ4世が発した南都直令によって、ユグノーには多くの特権が与えられた。ラロシェルはユグノーの自治の下で彼らの本拠地となった。この地はユグノーの海上勢力の中心であり、中央政府に対する抵抗の拠点ともなっていた。1610年にアンリ4世が暗殺され、母校、マリード・メディシスの殺傷の下で、 ルイ13世が即位すると、親カトリック政策に回帰し、プロテスタントの立場は弱まった。このため、ロアンコアンリとその弟のスービーズ公は、プロテスタントの抵抗勢力を組織し始め、1621年にユグノーの反乱を引き起こした。ルイ13世は、サンジャン・ダンジェリを包囲して陥落させ、ラ・ロジェルの封鎖を図ったが、 戦況は降着し、モンペリエ協定が結ばれて終わった。1625年、ロアンコートスービーズ公は再び武装放棄を起こすが、国王軍によって、ラロシェル沖合にあるレシマを攻略されてしまう。これらの出来事の後、ルイ13世は、ユグノーの制圧を望み、最小リシュリュスウス気卿は、ユグノー鎮圧こそが、王国の最優先課題であると宣言する。詳細は、 英仏戦争を参照包囲されたユグノーの救援を図ったバッキンガム公、ジョージ・ビリアーズ。英仏の紛争は1624年にイングランドがハプスブルク家と対抗すべくフランスとの同盟を試みたものの失敗したために引き起こされた。1626年、リシュリュース気教はスペインとの秘密講話を締結。これによりイングランド王妃。 ヘンリエット・マリア・オブ・フランスの実家であるブルボン家との紛争が起きてしまう。このこと以上に、フランスはイギリスを国益を害する存在であると確信し、海軍力を増強していたのである。1626年6月、ウォルター・モンタギューがフランスに渡り、不平貴族と接触して、フランス国内での反乱を図る。計画では、反乱を支援するためにイギリス艦隊を派遣し、 ロアン港とスービーズ港がこれにこうして新たな反乱を起こすことになっていた。詳細はサンマルタンドレ包囲戦を参照左バッキンガム港のセーブルアンソ海岸上陸にサンマルタンドレを包囲するイギリス軍。イギリス王チャールズ一世は長身バッキンガム港ジョージ・ビリアーズ率いる80隻の艦隊をラロシェルの反乱軍を支援すべく派遣した。 1627年6月、バッキンガム公は、ラロシェルへの連絡路を確保して、町を支援すべく6000人の部隊を置き合いに、あるレシマへ上陸させる。当初、ラロシェルは、国王との戦争になることを恐れて、バッキンガム公との同盟宣言を断り、艦隊の入港を拒んだものの、9月に、国王軍との衝突が起きたため同盟を明らかにしている。レシマは、 プロテスタントの拠点の一つであったが、国王に対する反乱には加わっていなかった。バッキンガムは、島の中心都市産マルタン奴隷を包囲したが、町は3ヶ月にわたって、頑強に抵抗した。国王軍の小型船舶が、イギリス艦隊の封鎖をくぐり抜けて町への補給を行った。バッキンガムは、資金と支援がつき、さらに薬病が彼の軍隊を弱めてしまう。 バッキンガム公はサンマルタンドレに最後の攻撃を仕掛けるが、甚大な損害を受けて撃退され艦隊は撤退した。ラロシェルラロシェル包囲。ステファノデラベッラが1641年ラロシェル包囲戦におけるルイ13世。国王軍の陣地軍と軍隊に包囲されたラロシェル。ジャックカーロが1630年ラロシェルトレシマ。ジー・オルランディが 1627年、ポンペウスタラゴンが構築した第一の堤防。1627年、クレメント・メトゾーが設計した第二の堤防。レミニム地区に構築された国王軍の陣地一方、国王軍はアングレーム・コーシャルル率いる兵7000、騎兵600、法24門の兵力をもって1627年8月からラロシェルの包囲を開始した。国王軍は、 ボングレーヌとルイトリデを増強する。1627年9月10日、ラロシェルからルイ、ラロシェルはヨグノー川の最大の都市であり、抵抗の本拠地であった。包囲軍はリシュリュー数気卿が総司令官となった。戦闘状態に突入すると、国王軍の公兵部隊は、延長1 2トルに、トリデ11カ所、ホルイ18カ所による包囲戦を構築して、 町を孤立させた。包囲陣地軍は1628年4月に完成して、兵3000が配置された。国王軍はまた工夫4000を使って、長さ1400メートルの堤防を構築して、町と会場との交通を絶った。回路からラロシェルへの補給を防ぐ目的の、この海峡封鎖作戦は、イタリア人の技術者、ポンペイウスタラゴンの発案によるものであったが、 この構築物は1627年11月に冬の悪天候のため破壊されてしまい、国王軍の建築家、クレメント・メトゾーによって新たな堤防が建設され、第二の堤防は瓦礫を満載して沈めた船を基盤にして作られた。町へ補給をしようとするイギリス艦隊に対しては、国王軍の砲兵隊が攻撃した。ロアンコーガラ・ロシェルを救うべく、 南フランスでの反乱を図るが失敗に終わっている。1628年2月までは何隻かの船が建設中の堤防を突破できたが3月以降は不可能となってしまう。街は完全に封鎖されイギリス艦隊が唯一の望みとなった。カトリック国のフランスはプロテスタントのラロシェルを制圧するために同じプロテスタントのアムステルダム州から船舶を 借り受けていた。このためプロテスタントのオランダの戦場で、フランス兵たちがローマカトリックの説教を受けることが許されるか否か、アムステルダム市議会で論議となった。論議の結果は許されないことになった。オランダ船はフランス兵をラロシェルへ輸送した。フランスはハプスブルク家と敵対するオランダの同盟国であった。スペインはラロシェル包囲戦の機械を利用して、 共通の敵であるイギリス、ユグノーそしてオランダと対するべくフランスとの同盟締結に動いた。ディシュリューはスペインの援助を受け入れ、スペインは戦略的支援の証として30から40隻の艦隊をカディスから出航させモルビアン湾へ送り、スペイン艦隊はバッキンガム港のレシマ撤退から3週間後に到着した。ス 結局、ラ・ロシェルとの交戦はなかった。イギリスは、ラ・ロシェルを救援すべくさらに二度にわたり、艦隊を派遣している。デンビー伯爵ウィリアム・フィールディング率いる艦隊が1628年4月に出発したが、交戦することなく、ポーツマスに帰還した。デンビー伯については、彼は、国王の船を戦闘で危険にさらす権限を与えられておらず、不面目にも、 ポーツマスへ寄港したと述べてられている。リンジー白ロバート・バーティ率いる軍艦29隻、商船31隻からなる艦隊が1628年8月に出発した。9月にイギリス艦隊はラロシェルの救援のため国王軍陣地への砲撃の後に堤防の突破を試みたが失敗に終わり撤退している。 絶望したラロシェルは10月28日に降伏した。ラロシェルを死ぬまで守ること誓うジャンギトン市長と守備兵たち。ラロシェルの降伏。17世サクラロシェルに入場するルイ13世ラロシェルの市民はイギリスからの救援が次第に絶望的になっていく中、ジャンギトン市長の下で14ヶ月間抵抗を続けた。包囲戦の戦闘と飢餓と薬病によって、 ラロシェルの人口は2万7千人から5千人に減少している。幸福は無条件であり、アレスワギによりユグノーは地域的、政治的そして軍事的所得権を失ったものの、南都ト直令によって許された信仰の自由だけは残された。だが、彼らは国王の慈悲のもとに残されただけであり、ルイ14世が南都ト直令を撤廃して弾圧を始めた時には抵抗する術はなかった。 宗教的な側面の他に、ラロシェル包囲戦の結果は、国王がフランス全土を掌握して、地方の抵抗を許容しない強力な中央政府を作る活気となった。直接的な影響としては、この戦いは絶対王政の確率の顕在化であるが、現在に続くフランスの国体への長期的な影響もある。フランスの哲学者、ルネ・デカルトが百二十七年に包囲中の、 戦場を訪れたことが知られている。この包囲戦は、ジャック・カロなど数多くの画家によって描かれている。また、ラ・ロシェル包囲戦は、アレクサンドル・デュマ・ペールの三重史の歴史的背景ともなっている。ありがとうございます。